ちょっとこの後の体制見てほしいです。これです。優先順位としてどこが危ないかっていうところをしっかり判断できてる。奪われてから数的不利になるシーンなんですけれども、完全に数的不利でやられてもおかしくない状況なんですけども、首を振ってショルツと自分の距離、ニアの選手とフォアの選手をしっかりここで見極める。で、相手がクロスを上げる瞬間にまたここでステップをね、しっかりクロスステップを踏んで、相手に背を向けずにボールも相手も見えるようにステップを踏んでターンをして、最後の対応ができる体勢を整えている。そういったところも素晴らしいですね。もう1点取ったと同じくらい価値があるマリンズのプレーだったと思います。坪井さんからはこんなお話もいただきました。あれはもう一点もんなんで、止めたか、俺が止めたぞって僕はしていいと思いますよ、全然。本当に僕が現役時代あんま出さなかったのに、今思うとやっぱもっとやって、であれでやっぱ会場盛り上がりますし、マリウスのシーンも後半の辛い状況だけど、やっぱあれで選手は鼓舞されるんで、攻撃的なことだけがセレブレーションしていいのかみたいな風潮もなんとなくある気がするので、日本というのは特に本当にいい守備した時はやってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。どんなプレーの時にやったら良いですか？守備側でよくあるのは、最後の最後体張ってこうブロックして相手に当たって出たらマイボールになるじゃないですか。もうその時もう存分にやっていいと思いますよ。現役時代の坪井さんは全くやっていなかった印象ですが、全く無表情でしたけどもね。頑張ってマイボールになってもこうやってやってるぐらいでしたからね。爪当て直してるぐらいでしたからね。この時間帯に 1-0 で勝ってる時に守備の選手がいて相当なプレッシャーかかるんですよね。その中でもやっぱり守備の集中力を切らさずに、最後オフサイドに逃げずに自分が責任持った対応したところですよね。状況的にはオフサイドもしかしたら切れるかもしれない状況だったんですけれども、後ろは確認できてないんでどういう状況かわからないのであれば、いち早くカバーリングの選択をしなければいけない。それを少ない時間の中で判断してできている部分。そしてこの後の体勢見てほしいです。これです、ね、このステップを 1,2 歩パンパンって踏んでどこにでも対応できるよっていう体勢をしっかり自分で作ってる集中力、そしてステップワーク、判断力、その3つの部分、素晴らしいプレーでしたね。坪井さんからはこんなお話もいただきました。岩波選手のプレーはボールに触れてませんが、どう喜んだら良いですか？周作と一緒に2人で叩き合うでもいいですよね。シュートブロックができてないんで見えにくい部分もありますし、相手シュート外してくれたねで終わってしまうシーンなんですけども、そうじゃないよっていうことを分かってもらうために、周作と2人でやることによって、2人でいってるからやっぱり相手外したんだねっていうのをこう分かってもらう感じがあったらいいかなと思いますね。
ボールを奪われてカウンターを食らってしまうシーンなんですけども、数的不利で状況を把握して自分が中に残った方が良いという判断をしているところですよね。状況的にはボールを出た時に一番近いのはショルツ選手なので出てもいいかもしれないんですけども、首を振ってこれ確認するんですよ。首を振って確認して中の方が危ないっていうことをしっかりと判断して相手が一番狙いたいスペースを消している。なおかつ細かいステップを踏んで相手に背中を向けずに対応できている。そのことによって最後自分がシュートブレックできる。優先順位としてどこが危ないかっていうところをしっかり判断できて素晴らしかったですよね。坪井さんからはこんなお話もいただきました。このプレイはどのようにサポーターへアピールしたら良いですか？めちゃくちゃ地味なんで分かりにくいと思うんですけども、周りの選手たちがねショルツのところにこう行ってあげるとか、ちょっとあのプレーで自分でわーってやるのは難しいかもしれないので、周りの選手たちが数的不利になったけどショルツが行かなかったから中対応できたよっていうのを理解して、いやよくぞ守ってくれたっていうふうに称えてあげるっていうね。特に今なんかスタジアムでもちろん見てもらいたいし、あの躍動感味わってほしいんですけど、後になって配信でも見れるじゃないですか。今なんか選手に称えられたけどどうしたんだろうって見返すこともできるんで、答え合わせもできるっていう意味ではディフェンスもアピールしてもいいんじゃないですかね。になってディフェンスの基礎を教わったのは誰ですか？やっぱ1年目が大きかったですね。僕は監督はオフトで、まあ、オフトも非常に規律いろいろ厳しい監督だったんですけど、でもそこの中でやれたっていうことはやっぱプロとしてどういうふうにやっていくべきかっていう基盤も作ってもらいましたし、あとはまあ井原さんがいたんで、1年目井原さん最後の年一緒にプレーしたんですけど、手取り足取りは教えてくれなかったですよ。やっぱり公式戦の中で一緒にセンターバックとしてこうプレーした経験っていうのが、この人はこういうふうにプレーするんだとか、この人のコーチングこうだとかそういうのはすごい学んでなので、自分が特に30超えてからやっぱり井原さんこうしてたなとかああしてたなっていうのは自然と脳裏に残っていたので、プロになってからのコーチングの原点はやっぱり井原さんでしたね。簡潔で分かりやすい言葉で伝えてくれるっていうのがあったので、こういう対応しなきゃいけないよなんてことはあんまり言われなかったんで、そう言っていいよとか、今行かないとか、俺いるから大丈夫とか、それが僕の中で印象に残ってたので、僕もやっぱセンターバックとして長くやりましたけど、30過ぎたあたりから簡潔に分かりやすく端的にコーチングをするってことは心がけてましたね。影響を受けたのはリド監督だと思ってました？違うんですよ、リドはもう戦う運命を教えて精神的なことなんですね。素敵な当時よくコーチングしていた選手は誰ですか？まあ、特にやっぱセンターバック、まあ、トゥーリオだったり右サイド平だったり、まあ、ボランチはやっぱ阿部、啓太、長谷部。阿部とか啓太とかからは試合中僕結構うるさいって言われてましたよ、よく喋るって。多分みんな知らないと思いますけど、隣にトゥーリオとかもいたんで、まあ、言ってる感じが相当あったと思うんですけど、実は細かく啓太右とかもうちょい左とか、自分がやりやすいような守備もやりたかったので、そこは後ろの声っていうのを前の選手はすごくよく聞いてくれる選手たちだったんで、いい関係性でしたね。うまく端的にコミュニケーション取れる人が揃うと非常にやりやすいんじゃないですか。レベルアッププレー賞についてどう思いますか？拍手は僕も現役時代嬉しかったですよ。攻撃のいいシーン、シュートとか得点とかっていうところはもう誰もが分かるところなんですけども、僕が今回ピックアッププレーに挙げてた部分もやっぱこういうプレーに気づいてほしいとか、こういうプレーやっぱ称賛してほしいなっていうメッセージも僕の中で少しあるので、そういったところは拍手してもらえると嬉しいですし、僕の場合はオーバーラップすると会場が湧いてくれるっていうのがあったんですけども、それはそれで嬉しいんですけども、地味だけど
このプレー大事だったよねとか、スルーパス出す前の中盤の選手の絶妙なコントロールとか、そういうところっていうのは、後のプレーがシュートで終わらなかったとしても、このトラップはやっぱいいトラップだったよねっていうのが、見ている人が理解してくれると、すごくいいのかなっていうのがありますし、一つ一つのプレーに反応してもらえるのは、ぜひやってほしい部分ですし、あとは、ため息はやっぱ答えますね。あれは結構答えます、選手。気持ちわかるんですよ。僕らも前の選手が決定的なチャンスを外したら、なんだって言いますけど、もちろん選手は切り替えるのが早いんですよ。どん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 プレーは動いてくるんで、サポーター皆さんが残念に思う気持ちもわかるけど、あまりにも長いと選手も引きずっちゃう場合もあるかもしれないんで、残念と思ってもらってもいいんで、サポーターの皆さんもすぐ切り替えてほしいな。日本での反応はため息出がちですよね。外国だとあんまないじゃないですか。切り替えやすいかなって気がするので、サポーターも切り替えろってことですよね。そういうふうに思ってもらえると、切り替えなきゃっていうメッセージも選手に伝わると思うんで、日本のフォワードの選手で決定的なチャンスを外して次決めれる選手ってそんなに多くないのかなと思ってる。外国籍の選手って特に昔でワシントンなんて PK2 本外しても点決めますからね。それでももう一回蹴らせろっていうあのメンタリティ、ああいうのを日本人選手でも僕は身につけてほしいんで、そのためにやっぱり切り替えなきゃいけない。会場全体でその雰囲気を作ってもらえると僕はすごく嬉しいなと思いますね。坪井さんのオーバーラップはすごい盛り上がっていましたが、サポーターからは坪井さんが上がる時にしか出ない声が出ていた気がします。ちょっと悲鳴も混ざったような、テレテレじゃなくて、大丈夫か大丈夫か大丈夫か、すごくそれが好きで、もちろん真面目に一生懸命やってるんですけど、自分の中でどこかでエンターテイメントだから、スタジアムが盛り上がらないとお客さんは来ない、地味ながら思ってたんで、僕実はもう後半になるとどのタイミングで上がろうかっていうのは考えてたんです。いつももちろん流れの中で上がるっていうのもありましたけど、絶対どっかでは行こうと思ってたんで。戦術的に上がっていたのではないんですか？戦術的に上がる時もありましたけど、半分以上は盛り上げのために上がってるっていうのもありましたよ。盛り上がり率 100% でしたね。で、パスミスしてまた慌てて戻るとか、パス出てこなくて誰よりも早く戻るとか、そこまでセットなんですよ、僕の中で。やっぱあれをやることで会場が盛り上がる、サポーターが盛り上がるっていう、特に後半が疲れてくるとか、そういう時間帯にできるというのかな。そういうメンバーはあの当時揃ってたんじゃないですか。やっぱりそういうのを意識するというか、トゥーリオなんかもやっぱそうですからね。急に怒ってる時あるじゃないですか。だからああいうのも結構あいつ頭いいんで、今しんみりした雰囲気だからチームの士気上げるとか結構考えてるんで、トゥーリオって。だからそれぞれが盛り上げ方っていうのを意識もしながら、真摯にサッカーに取り組む、勝つっていうことも考えてましたけど、面白かったねって帰ってもらえる。お互いが雰囲気を作ってという意味では、サポーターができることもいっぱいありますね。そういうシーンでしっかり盛り上がるということが大事ですね。スタジアムの雰囲気は選手だけとかね、サポーターだけが作れるものじゃないんで、両方の力が合わさって浦和レッズの独特な雰囲気っていうのは作り出されると思うんで、もちろん勝つことは大前提なんですけど、もう一回スタジアムに来てほしいとか、もう一回見てもらおうっていうのはやっぱ何かないといけないと思いますからね。ありがとうございました。失礼します。